コーマン、キッコーマン株式会社は、千葉県野田市に本社を置く、醤油を主とする調味料、加工食品の大手企業である。2009年、平成21年10月に新設分割により3つの事業主会社を設立し、純水持ち株会社に移行した。江戸時代の野田市周辺は、水運が盛んであった。東側の利根川沿いは、大豆や小麦の生産地。 西を流れる江戸川下流には、行徳園伝があり、大正七の江戸にも通じているなど、醤油作りに有利な条件が揃っていた。有力醸造業者であった茂木一族と、高梨一族の八屋が合同して1917年、大正6年に設立した、野田醤油株式会社が前身である。口述のように、複数あった醤油商標の内喫光マンを後に統一商標。 および社名とした。現代では醤油や醤油を使ったタレ、つゆ、ポン酢、だしなど、和風醸造調味料が主力で、ウスターソースなども製造、販売している。現在、主力の調味料製品を製造を販売しているのは、キッコーマン食品株式会社である。第二次世界大戦前から、世界展開を積極的に行い、世界100カ国以上で醤油を販売している。 また、主力の醤油のシェアは高く、日本シェア30%、世界シェア50%である。特に、アメリカ合衆国でのシェアは55%と高い。アメリカでは、キッコマンは、日本の醤油、ジャパニーズソイソースのブランドとして広く定着している。本店、野田工場、千葉県野田市野田百獣のほか、日本拠点の約半分が、創業地である。 野田市周辺に集中している。野田工場の敷地内には、1939年、昭和4年に建てられた五洋像があり、現代でも空調を使わない伝統製法で醤油を醸造している。見学ができるほか、出来上がった吉光一万五洋像醤油は販売もされている。1991年、平成3年は、工場見学用の企業博物館、 物知り醤油館を開館。年間約13万人が訪れる。西日本向けには、兵庫県高砂市の高砂工場、高砂市、荒井町新浜の一の一も、主力工場としての役割を担っている。なお営業、販売等の社内での管理業務については、東京都港区西新橋2丁目に所在する、東京本社で取っている。 醤油以外にも様々な事業展開を行っており、調味料、健康食品、バイオ事業、外食、昼食事業、食料品卸売事業を幅広く展開している。かつては、トネコカ・コーラ、コカ・コーラ国内ボトラーの一社に出資していた。現社名は、全身八夜の合同による野田醤油会社創立に、彩し醤油統一商標、喫光1万とする。 前身の一つ、モテ座ザ平次家の用いた商標、吉光一万は、香取神社の吉光と、亀は一万年をかけたとされる。あるいは、元々の公安者は、第四代、鈴木万平であり、譲渡されたという説もある。2008年、平成20年6月にコーポレートブランドを刷新した。制定から年以上にわたって使われてきたコーポレートマークは、 これまでの大文字から小文字に変更し、ブランドカラーは赤からオレンジに、マークの右上には伝統の六角形のマーク、六角形の中に1万が添えられることになった。製品に記載されるコーポレートマークについては、刷新の後にこれまで記載されていなかったパッケージ正面にも記載されるようになった、製品によっては六角形のマークを用いない場合や、 大のブランドカラーである赤を用いる場合もある。コーポレートスローガンは2005年、平成17年に、食育スローガンとして制定されていた、美味しい記憶を作りたい。このスローガンは、日本国内向けで、世界では、を用いる。卓上醤油雑誌のデザインは、GK デザイングループ社長のエグアン検事による、アメリカ合衆国で2007年に、 立体商標の権利を取得している。ちなみに、アメリカ向けの醤油雑誌には、詰め替えはキッコーマンに限ると記されている。ブランドスローガンは、美味しいの真ん中に。醤油をはじめとした調味料が中心。ブランドスローガンは、一つ上の真心。みりんが中心。ブランドスローガンは、太陽を美味しさに。トマトを使った。 調味料やジュース類が中心。デルモンテと気分が共同開発したコラボレーションブランド。ブランドスローガンは日本が美味しくなるワイン。国産ワインを扱う。ヒゲタ醤油が製造し、キッコーマンで受託販売するブランド。かつては系列企業で貸切バス事業を展開していたが、後に日の丸自動車工業グループに事業譲とされている。 アメリカ合衆国等では、醤油、ソイソースソイソース、イコール大豆ソースのことを、キッコーマンと呼ぶ場合がある。ただし、日系人の歴史が古く、また、比率の高いハワイ州では、醤油、醤油という名詞が一般的に通用するため、醤油の一ブランドとして有名ではあるが、醤油そのものの代名詞として、キッコーマンと呼ぶことはない。アメリカにおける、 食文化工場の貢献を称え、また、同社の米国事業50周年を記念して、アメリカ合衆国議会から、感謝決議案が採択されている。戦後、アメリカにおける核販のために渡米したチームが、田舎町でふと入った店舗には、すでにキッコーマンが置かれていたという。キッコーマンのアメリカ中在員が、自宅でキッコーマン醤油を使った料理を作っていたところ、 近所の人から、その良い匂いのするシーズニングのことを、勧めてくれないなんて水臭い、と言われたという。アメリカのバイヤーから、アメリカでも、キッコーマン醤油はよく知られていますが、日本には、野田醤油という、別の大手醤油メーカーがあるそうですね、と言われたため、社名とブランドを一致させることが必要と考え、野田醤油の社名を、キッコーマン醤油へ変更したと言われている。 2013年時点では、キッコーマンの国内売り上げが1638億円なのに、対して、海外での売り上げは1384億円に達し、その中で、北米市場では1084億円売り上げている。国内シェアは30%強だが世界では50%のシェアを占めている。利益に及んでは、キッコーマンの国内営業利益は70億円であるのに対し、 海外での営業利益は131億円。その中で、北米では88億円の利益を上げている。キッコーマンは、日本食に欠かせない醤油メーカーであるが、その利益の7割を海外で上げている会社でもある。その背景には、日本食に関わらず、現地の料理の中に取り入れられる、調味料として普及させることに取り組んだ成果であると、言われている。キッコーマンは、 第二次世界大戦前から海外に住む日本人向けに醤油を輸出し、また戦後徐々にアメリカ人にもその味が受け入れられていたが、原料の大豆、小麦をアメリカから輸送コストをかて輸入して日本で醤油にし、またアメリカに輸送費をかけて送る小僧では利益が確保しにくかった。国内市場は飽和状態で頭打ちになっているので1965年。 当時の資本金額を上回る金額でアメリカ城を建てる冒険に出た。醤油は装置産業でもあり、ある程度の販売数量がないとペーしない。当時の資本金は36億円。それに対してアメリカ工場建設には40億円が必要と見込まれた。アメリカ工場は1971年に建設を開始し1973年に稼働を開始した。 当時のキッコーマンにとって巨額の投資でもしも売り上げが計画見込みを下回ったら経営の危機にもなりかねなかったがアメリカでの醤油の売り上げは順調に増える。1977年には計画より1年早く累損を一掃して利益を上げることができるようになっている。2007年には半世紀に及ぶアメリカでの活動にアメリカ議会両院から感謝状を送られるまでになった。 現在上期以外は週替わりの提供が多い。過去2018年度月曜 B 枠のスポンサーだった。後継企業はなく不定枠に。提供枠は ZIP へ戻る。過去。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。